分と他6個は丼系でした。でもじゃんけんして買ったんで、もう今日はラーメンです。多分一番今日もたくさんありがとう。こちらこそありがとう、ほんま来てくれて。うんうん、すすり顔見られるのちょっと嫌ちゃう普通に。どうしようかな。気づいてたで、だってかっちゃん見えてたもん。会いたかったな。でもしゃあないしゃあない、また会いに来て。いつでも待ってるよ、本当に。絶対待ってるから。おはようございます。おはようございます。変な記憶力いいやつ。うん、どこの席に座ってたかまで覚えてるな。うん、みんなありがとうございます。あ、今日ソフトクリーム初めて聞けたんや。そうやね、もうミスラもセリフ4回目とかになってきて、若干可愛い選抜に馴染めてきたんじゃないかなと。すすれますよ、ラーメン。これはね、なんか担々麺かな、うん、辛いね、美味しい。ユマのね、生誕祭なんで。やっほー、来たよ。ちょっと詰めてもいいかな。いいよ。それかここに入ったらいいかな、もう。うん、間に入るチャンネルかな。チョロちゃんが来た。今日はリップがね、違うとかは分からへんけど、ちょっとテンちゃん椅子くれるかな。辛いで、はい、ありがとう。辛いから感謝。色変わっと、こよまっちょが来たわ。チョロちゃんが来た。ありがとう。これね、高菜のやつなの。うん、高菜の何？お腹いっぱいになんな。うん、こた一覧行ったけど、カラマいけそうやったもん。ミスラ一覧行った時だけご飯追加すんで、普段はラーメンいっぱいやけど。すげえ、マジ一覧美味しい。一覧美味しいよね。一覧うまし。あ、腰いたたた。みんなありがとうございます。みんなまたいつでも公園来てね。2人初めて何分くらい？え、3分くらい、あんな叫ばなくても聞こえたで。ちょ、ミスラほんまお見送りの時の声量間違えんねんな、ほんまに。そう、笑かすためにやってるんだよ。私も早くまた公園行きたい。いつでも来て、ほんま待ってる。ローアングル界隈だ。名前とかも呼んじゃいます。でも声量間違えてるので、うるさかったらごめんね。みんなありがとうございます。今日は味噌にゃじゃなくて味噌わんやね。そう、今日だけ犬になりました。ラーメン食べます。やっほー、南の国からこんにちは、こよりんです。ピースの角度は90度。どうも味噌にゃです。おかしいね、ほぼパクリです。ドパクリね、 80% パクリ。こんにちは、海の家を破壊する池田天奈です。見てみんな、今日のミスラね、花粉じゃなかったんだ前の時。高菜ラーメン、あれただの風邪やった。だからミスラまだ花粉症の辛さわかんないんだよね。ほんまに。うちの猫花粉症かも。マジ、うん、うちの猫鼻炎、生まれた時から鼻炎。ずっと鼻がね、鼻水出てる。鼻水なんだ。え、天南地の猫は、うん、花粉症、薬飲んで。アレグラシア、アレグラ。元気？太ってる？太ってる。太ってる猫大好き。デブ猫ちゃん、見て、みんな踏んでくるんだよ。生誕寝坊したのでいけない。嘘、今からの、ま、あれあれちゃん、あ、間に合わへん。急いだら間に合わへんくない？そうなん、間に合わへん。いや、これより見えやからやったら間に合わん。まあ、ちな俺も間に合わん。ちな俺もアフター30ね。今から入れた場合アフター30になる。アフター30して駆け走ってくる。見てください皆さん、高菜ラーメン、高菜ラーメンです。高菜ラーメン、 This is 高菜ラーメン。こちら食べていく。勘弁してほんま。こちら実食していく。あ、待って、気まぐれ来いよってこと。気まぐれガッキーってこと。トップシークレット。制服ユニバーの写真可愛すぎたから持ってみたよ。あげるわ。じゃあラーメンってマジ珍しい、初めて。楽しんでもらえて何よりです。みんなほんま公園来てくれてありがとう。今日はラーメン優先配信です。ちょっとごめんね、コメント全然読めんくて。何？落ち着いたらね。
無理しないで。はじめまして。忘れないから安心して。はじめまして。見たらすぐわかる。お腹すいたんだ。全然もお腹すいたんだ。関東なんや。今日食べる？なら間に合わへんな。21時開演にしてやってよ。無理かも。あそう、次でラスト JK 挨拶よね。21時に次やったら終わんの11時とかじゃん。夜もてんの高校3年生めっちゃアピールするから聞いといて。昼もアピールしたけど、次はね、西馬のね、うわハッピーバースデーパーティー。仕事終わり向かってるからお腹すいた。次は西馬のバースデーパーティーです。食べてもお腹すくんですけど。てんな可愛い、ありがとう。うん、幸せ。ちょっとさ、合わないうちに。なあ、みんなさ、ルームスのアーカイブってさ、自分の携帯だけであげれる？あげれる。みそら容量やばすぎてさ、1回の配信でさ、3ギガぐらいの動画なってんのよな。この間3時間ぐらい配信したからさ。しすぎや。いや、嘘、3時間半した。でもな、ヒーローもさ、10、11、12、あ、2時間半やしたからさ、アーカイブ載せようとしたけど、容量でかすぎて無理やってるの。どうしようかな。あ、てんださ、一回長すぎてさ、マネージャーさんに乗せてもらったらいいと思う。そうしよう。3パターンに分かれてたよ。うん、3パターン。アーカイブ3つになる。乗せてもらうわ。ちょっとほんまにやばい。3ギガ動画はやばい。さすがに携帯泣いてたもん。結構 80% ぐらいまでダウンロードした後に、すみません、容量不足で無理ですみたいな感じやって、もう最悪みたいな。だからみんなもうちょっと待っててね。ルームスのアーカイブ。頑張ってくる。3時間見てくれたファンの方優しいな。ほんまに優しい。これめっちゃ美味しいです。どこぞの早見せ出せばやのに出てるやん。商品化しとんねん。声はな、このツッコミが好きや。お店出てるやつを、うん、そう、店出してないみたいに言って、そう、店出てんねんっていうツッコミが欲しい。聞いてる聞いてる聞いてる、うん、コメント見ながら、あの店出てるのを、まあ、店出せよって言って、店出てるやんけっていうツッコミが欲しいってこと。そう、めっちゃ大好き。だから例えばコーヒーショップとかのさ、うん、スタバのさ、うん、フラペ飲んで、え、待って、うん、ま、飲んで店出さへんやろ。もう出とる、もう出とる。それが大好きなの最近。なるほどね。うわバッチバッチバッチよ。なんかさ、耳終わっててしばらく、めっちゃ美味しい。マジ？それはもう体が大事やから、それはゆっくり安静にね。それグー入ってた。うん、なんかチンゲンも頑張って大好き、ありがとう。手も大好き。うわー、クリーム桜が咲いて。あ、花見。 ありがとう。何だこれ。安産祈願してもらいたいから来月。これタワーですか？マジ安産祈願やねんけど。あって。マジ安産。インちゃん、桜タワーありがとう。ちょっと待って、ノート取ってきます。ちょっと待ってください。ま、桜は、吐いて嬉しいなぁ。そう、ラーメンにシューマセレクトで。今日本当に変なの。でも担々麺で、西馬家庭の事情で行けなくなった。慰めてくれる。西馬とカップ麺食べてます。今日はほんなら、遅刻の人もいれば家庭の事情で行かれる人もいるんだね。うん、みんな、じゃあ来年の西馬生誕祭で会いましょう。来年の西馬生誕祭は世代交代でやるのかしら。え、確かに。どうなんだろう。確かに、それ真理やな、世界の。こよちゃんってミスラのこと好きよ。え、うん、わりかし好きよな。知ってる。わりかしやめて。最近結構気づいてきたな。うん、なぁ、ペロちょ、いやわ。結構いやわ。だってさ、みそらちゃんってさ、うん、おもろいしさ、うん、なんかちゃんとこよたんが言ったこと拾ってくれるしさ、でこよがちゃんとしなかったらこよちゃんって言ってくれる。サザエさんみたいにやめてくれ。キャラ引きずらんといてくれ、生配信の。やめてくれ。ならば俺カツオやから。サザエとカツオに挟まれている。なんでその顔で聞いてん。美味しい。魚。ほんまにちかしげさんっておもろい。高菜、高菜。しかもてんちゃんとこうしてやっとったね。犬巻。犬巻トゲ。犬巻。犬巻光弘。高。高菜3です。鮭昆布ね、昆布え、そうなの。めっちゃ言ってるじゃん、ほらちゃん。配信で言ってたの。
ラベ。プラベで言ってプラベね。聞いてなかったことにしといて。うん、今聞いてた人ラッキーね。すっきりってこと。ちょっと待って、ミソラもなんか桜がある。ハッチさん、たぶん見せついたな。ほんまにごめん。桜があるよ。ほんまにごめん。もうおしゃべりに夢中になっちゃった。待って、ミソラもちょっと髪欲しいな。な、これも髪ない。ちょっと後で取りに行こうと思う。神。ハッチさん、桜タワーありがとう。めっちゃ美味しい。ほんま気づかへんかった。ほんまに申し訳ない。めっちゃ綺麗。めっちゃラーメン美味しい。見て、遅くなったけど M 公演&100回公演おめでとう。多分ありがとう。開花、開花宣言。取ってくるね。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。てんなってまだ15分経ってないのかな、これ。経ってないな。ミソラも出てない。なんか分からんやろ。 MC メラメラ面白かった。ありがとう。メラメラ楽しかったな。今日はね、西ゆまがね、差し入れでね、あ、今15分経ってました。ドーナツをね、持ってきてくれたから。メモ取ってこようかな。ちょっとバーつないどいて。あ、ちょっと待って、あれにしよう。伸ばしとる。キュウキの反省会ノート。ちょっと待って、ほんならちょっと待ってて。てんな、ごめん。最悪、置いてるからか。てんな、バーつないどいて。ノート取ってくるわ。ちょ、ノートとペン取ってくるわ。バーつないどいてな。バーつないどくわ。こんな3つも3画面から見られてさ。何、全方向から見られている。横でしょ、下でしょ、正面。置いてきぼり作戦決行されている。やっ、あ、今のうちにランキング読んじゃおう、静かなうちに。だから皆さん聞いといてください。はい、こんにちは。はい、こんにちは。聞いといて、みんな。行くで。13位伊藤さん、ありがとう。12位葵ちゃん、ありがとう。11位大きな M さん、ありがとう。10位カズさん、ありがとう。9位修造さん、ありがとう。8位コンペイトさん、ありがとう。7位ケイさん、ありがとう。そして6位は、はい、私が来たよ。あ、来た、みんな来たよ。こゆちゃん。5位おかちゃん、ありがとう。4位バリーさん、ありがとう。ありがとう。のぶちゃん、のぶのぶさん、ありがとう。2位原種のクロさん、こゆちゃん、あ、のぶちゃん、ありがとう。はい、みんなよう聞いてくれてありがとう。はい、みんな番してくれて。いいよ、戻ってきたよ。やでな、終わるわ。おお、待って、スマートフォンがスマートフォンすぎ。高校3年生っていう最後の助けてくれ日やから、覚悟しといて。みんなもたくさんギフトありがとうございます。え、ちょっと疲れた、あまりにも斜めすぎね。聞いといてな。じゃあね、また後で夜はユーマの桜の木ってどう書いたらいい？ほんまに。しかもなんか3本ぐらい経ってへん、桜の木。じゃあね。ちょっと待って。え、終わんの？終わるよ。バイバイ。桜。この桜の木。ちょ、桜の木めっちゃ書き方わからへんな。桜ってどうやって書くのこれ？わからん。なんか桜っぽい。しかもさ、ペン紫持ってきちゃったし、毒リンゴの木みたいになって。どう？え、うまいんだけどムカつく。なんでムカつくね、ごめん。ねえ、やめて。紅葉リブーム。あ、やば。よし、みんなでいいじゃん、ありがとう。ハッチさん、桜タワーありがとう。じゃあね、みんな、間違えちゃった。ありがとう。テンバイやバイバイ、バイバイちゃん、ありがとう。ありがとう。じゃあこれ桜に見えますか？見えるって言ってください。桜描きました。え、東京で桜咲いたんや、やば。お花見 TV 公演も頑張ります。頑張ります。ラーメン食べます。マスタチ、ごめんなさい、ごめんなさい。でそれ、これ口癖やね、ほんまごめん、ほんまにごめんなさい。これもう高校2年生ぐらいの時から、語尾にマスがついた途端にマスタイチって言ってしまうっていうな。これもうほんまに、ほんまにごめんなさい。マスタイチさん、ほんとにごめんなさい。ほんまに。だってさ、ミソラちゃん、はい、いただきます。タイチ、それ一回 Vlog になったことあんねん、キュウキの。もうジップ見てたからさ。
すぐにマスター一さんの名前を語尾につけてしまうっていうさ、ほんまに申し訳ないと思ってる。ほんまにごめんなさい。これ一回キウキの Vlog に載ったことあるんで、気づいてる人もいるかもしれへんけど、ただいマスター一やろ。マスター一さん、はい、ほんまにマスター一さん、ほんまにごめんなさい。流行ってたんそれ。流行ってない、ミスラが勝手に言ってただけ。ジップ見てたから。ほんまにごめんなさい。いまだに口癖が抜けなくて。ミスラちゃんが考えたんやばい。そう、俺が発信者やからさ。マスさんって、うん、これぶっ決めるしかないね。同級生がね、来たことあるよ、握手会。次のまたぎはいつで、誘拐。まだみんなチケットセンター見といてください。味噌が書くとこ見るよ、やばい。秋が食べるとこ見てて。味噌が書くとこ見てて。それのさ、元ネタって何なん？え、分からん。あの秋さんしか見たことないから。味噌新喜劇の、うん、新喜劇の秋さん、違う、 TikTok。 味噌が食べるとこ見ていただきます。キャンマッチ入れるパワー、パワー、おいしい。はいはい、入れる。半分た、半分たく覚えてる？うん、半分たく。何それ？コロコロコミックスの。コロコロ読んでないな。コロコロでちゃおっこやったから、俺さ、あいつちゃおっこやったから。12歳とか、俺様キングダムとか、恋してルナキスとかね。コロコロコミックスの半分だく知らん。知らん。マジ知らん。全部半分ねん。トイレとか家とか。どういうこと？顔もいつも半分しか出してへんねん。え、怖いんだけど。それ断面図ってこと？みんな半分だくんしてる。半分だくん知らんな。半分だくん知らんわ。ちょっと食べます。ラーメン王が来た。ラーメン王に俺はなる。でかラーメン王こと西馬こと西馬です。もうそれ肩書きを、サブネームを。でもこよたんも多いで。何？こよりんことこよたんことこよまつことこよまちゅことじゅまこと三重の王こと三重の王いんだよ。どうしよっかな、俺ショールームします。皆さんおいでー。ねえ、ゆまなんか欲しいジュースある？ね、頼む。え、ジュース？なんで？買ってあげる。え、ほんだらミルクティーの濃い芳醇のミルクティーがいい。味噌にゃ。わかった、わかったよ。え、それってゆまは1本まで？やばー、頭やろ。ずずしい。そんならラーメンをおごるよね、普通に。待って、高野落ちたよ、高野落ちたよ。え、大丈夫？ダメじゃん、ダメだよ。ビジュアル。やっほー、小夜様です。やば、絶対忘れてこと。こんにちは、皆さん。パーセットパーセットさん、こんばんは。小夜様だよ、とかあるよ、よく。絶対忘れやん。ほんま最悪。一回さ、一緒に遊んだ時、横でさ、こよまめです。横にちょっとモバメ書くわとか言って、覗いたらこよまめですって書いてあってびっくりした。結婚して。こよまめやばい。しゃーなし、特別にいいよ。こよまめやばいから。今ちゃん今急いで向かってんよ。あ、味噌豆。ありがとう、いちちゃん。言ってたよな、言ってた。楽しみにしてます。うちら一回だけ遊んだことあるよ。 リビンさん、一回だけ。こんにちは。ひらぱと、あ、2回か。仕方ない、いいですよ、ね、梅田。ひらぱと梅田行ったよ。あれマジ謎よな。な、多分ジャンネリ結婚して、うん、初めてのラジオの後にリンゴ飴食べて。ありがとうございます。なんかちょっと買い物したよね。その時にこよ豆ですよって言ってたんだ、こよりんが。おもろ。もうかれこれ5年前か。やばい、配信ありがとうございます。太一もう習得してる人いる。マスター一さん構文を。やめて、席に出したらあかんで、ね、それミスラが勝手に高校で言ってただけやから。こよ豆、そうそう、こよ豆はレア。初めての公演、ゆまちゃんの生誕祭、初めての公演。あ、そう、味噌カツ食べた時、嬉しい。よう覚えてるね。そうそう、その日。コメントでかいね、文字。いいでしょ、うん、わら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 、おはよう、おはよう。どうやってさ、来てますか？なんか始めてる？メールの最初、こんばんはかな、みたいな。西家の名前、こんばんは。ゆきの半分たくん状態で配信してる時あったで。どういうこと？こういうこと？
映してくれ顔、ね、可愛い顔映してくれ。高校3年生っていうのも終わりです。そして夜声の見送り最速で等しいことボードを見るわな、ちゃんと。ありがとう。もうお見送り楽しいよな、みんなと喋れるしな。ライトワンレインボースターありがとう。いっちゃん結婚して知らなし、ほんまに可愛いぞ、ありがとう。でも今日ちょっとほんまに美中が悪すぎてやばい。いいよ、ふだりに結婚して知らなし、もはや顔見てほしくない。ライトワンハートありがとう。ちょっとあの食べますね、麺が伸びると。ねえ、メソラちゃんはさ、高校の卒業式でなんか宣伝したかな。してないね。てかミスラクラスメイトにそれまでさ距離置かれててさ、で卒業式だってやっとごめんな今日まで言えへんかったんけど、実は NMB な知っててんなって8人ぐらいに言われた。8人やばい。別に話しかけてくれたらいいのに、なんか変に距離置かれたからさ。そうやねそうやね、受かった瞬間にで後ろからトントンで高い密着見たでとか2ヶ月から話しかけてこんかったのに急に密着見たでって言われたからさ、腰抜けたよね。普通にこうたもう距離空いたから悲しくてさ。そうやね、なんか別に気使わんでいいや、今まで友達やったのにさ、急にこっちが NMB になった瞬間に距離置かれたから、えそんなことしなくていいのにってずっと思ってたにゃ。だからみんなもしなんか大学とか小学校とか中学高校の友達が急にアイドルとかになっても距離取ったらダメだよ、喋りかけてあげて。こっちほんま寂しいから別にいいねん。あちなみにあの麺はしかしげさんが買ってきてくれて担々麺だったんですけど、ちょっとお腹が空いちゃって今2個目のカップラーメンを食べてます。最悪ね、これ絶対言っちゃいけない事実でもなんか空いたまま仕方ないね。みんな気を使ってくれてるっぽい。全然使わんでいいから、だから最後にみんなに握手会来てね言うといた。バカ強い。もう許してね。マスター1公文必修じゃないの。ないやろそんな奇跡ある。マスター1公文使ってる人ごめんなさいね、本当に今年で21、今年で20歳になります。ゼレゼレさんハートありがとう。ゆうくん100回目の公演頑張って、頑張ります。もうやばいね、世代交代100回目、めっちゃ早い、早すぎ。でもさ、多分100回中65回ぐらいしか出てない気するな。何回意外と35回ぐらい休んだ気がする、分からんけど。でもよう頑張りました今日まで。マジ分からん、数えてみよう。まあなあ、ゆうみさんがしんどいって言ってたこの公演を、多分みんな頑張ってます。96とかかな。いや90… え西野七瀬さん結婚したん。ロシアで山田裕貴さん。あれな、あの豪快ジャーのブルーの人。あ、知ってる知ってる。山田裕貴さんやんの、俳優のやんの。ドラケン92回。ドラケンやな。渋谷関さん92回でした。マジ、めでとう。マジか。コヨタンとアミタンみたいな感じや。なんでやねん、わけわからんやろ。ラーメンをです。わけわからん。そっか。ナミテンレインボースターありがとう。今日が47回目。わあ。ダルマありがとう。シーナちゃんの47だ。いっぱい来てくれてありがとう、ほんまに。これからもみんなと一緒に頑張ります。そうやん。レイトショーデビューできちゃう。うん。え、しかもカラオケとかも24時間。あ、オケオールね。オケオール。わあ。じゃあこれ出してみたかってるな、そういうの。ポケオール楽しいよ。そうよな、なんかなフライデーかなんか出てたよな、うん、みんな握手会来てほしいな。んだら同窓会レーンできるもん。あ、友達、うん、ほんまにちょっとビジュアルすぎるな今日、ほんまみんな。旧期のみんなはいつか結婚するのかなやって。どうだろうね。でも山ちゃんなんか結婚できない手相って言われたから、占い師めっちゃ、誰に見られてもあんたは結婚できないよって言われてる。だからもう無理なんだよ、私はもう一生独身なんだ。ミスラどうなる、なんか自分が結婚して家庭を築いてる未来が見え。私は見えない、普通になんか見え。でもそもそもさ、異性と接点ないしさ、まあアイドルやからね、無理くない。あら、永遠のアイドルってことだよ。みんなどうなるんやろな。なあ、自分が結婚してる未来ほんまに。みんなどうなるんやろ。どうなんやろうね。みそろちゃんもさ、早く昇格したらどんな髪型したい。ツインテールかな。こうたんポニーテールしたい。あ、マジで似合う。みそろはまず前髪を自分で巻いて、あのこだわりの8対2の前髪を作りまして、まずさ一発目ツインテールしたい人。頭やろ。どっか行っちゃった。ここも一発目ポニーテールしたい。
やばいなう、やばいなうです。臭いんかな、ラーメン。ラーメン食す。はい、今56分とか3時、うん、あ4時。さら、くまちゃんありがとう。かわいい。休憩で結構早いのミスラちゃんと予想されてんねんけど。マジ全然やろ。あやみに先結婚されたら泣くね。マジで泣く。6歳差ね。6歳差のあやみに先結婚されたらそれ泣くね。でね、呼んでもらおう。え、ちょっと結婚式呼ぶわ。うん、休憩呼んで。でもミスラがそこでコエちゃんの相手を見定めて、こいつあかんと思ったら即帰らしていいかな。これ式で、うん、楽しみにしてます。こいつあかんみたいな、これ絶対浮気するみたいな思ったら帰らしていいかな。あのあれね、結婚式の余興で不毛を踊るから怖がるから結婚式会場。やっば暑苦しすんぎね。はい、でねちゃんとかね、結婚してしませんみんなからの結婚してみせる気持ちだけ受け取るって決めてるんだ。フラッシュモブで不毛とかね。最悪やろ。あれはパフォーマンスとしてやるからいいんだよ。みんな、ファンの皆さんも来てくれるかな。まあでもみんなと結婚するためにミソラは今独身でいるので、まあ、当たり前にけど、でもさあミソラ年齢的には結婚してもおかしくないやん。うん、え、そろそろさ同級生とかに結婚しましたみたいな、いや、いない。普通に16歳ぐらいの時に子供産んでた子とかいたよ。友達？うん、わあ。友達の友達2人ぐらい子供産んでた。あ、そんな世界あるんですね。そうなんだよね。だからミスラも全然結婚してもおかしくない年だけど、なんで独身かっていうと、みんなと結婚するためというか、みんなとこれからも一緒にいるためですっていう感じですね。ごちそうさまさたば。待って、ミスラもごちそうさまさたばさしよう。そろぼっちでもちょっと麺いっぱいやるわ。ごちそうさまさたばさ。ごちそうさまさたばさ。あ、コメントがドルルってなっちゃったね。あ、21時以降も配信できるね。だって、うん、確かに。待って、明日から？明日から。え、みんなよかったね。うん、私たち結婚して、うん、というわけでそろそろ終わろっかな。ほんまにゆるゆる配信やったわ今日は。ご飯食べたので。最近ショールームのやり方わからへんくなってきてんの。なんかね、わかる。ルームスとショールームのなんていうの、差が分からへんくなってきちゃった。マジで一発目ポニテしたいな。ミソラツインテールします。エイプリルフールって言っちゃっけ。4月、明日。明日や。え、何しよう、何の嘘しよう。どうしようかな、明日どんな嘘つこうかな。どうしよう。絶妙にリアルでほんまやなって思うとこ攻めたいねんな。うん、だからさ、夜にさ、うん、マジ12時12分くらい、うん、よ回って、うん、まあ、そんくらいはだいたいお忘れてる頃やねんな、エイプリルフールっての。確かに確かに。だから、キュウキのグループメールに、ちかしげさん結婚したらしい。うわっ、それ面白いね。西野七瀬さんブームに乗って。それあり。ね、どうしようかな。みそにゃ、みそにゃが。私さ、ファンの皆さんにやりたい。ツイッターとかで。そうやりたいねんけどな、みんな多分嘘ってすぐ分かるでしょ。みそらのこと何でも知ってるから。え、どうしよう。どうしようか。エイプリルフールしたい。足が男女よ。可愛いです。ありがとう。嬉しい。今日めっちゃでもビジュアルいいから、もうちょっと可愛い時にまた見に行ってくださいね。リップないだけやろ。リップないし、なんか髪の毛がないんだ。髪の毛がないから。じゃあ13位、カナタ。ありがとうございます。12位、終わります。ありがとうございます。11位、タクトさん。ありがとうございます。10位、ケイタン。ありがとうございます。みんなたくさん、ギフトとかコメントとかありがとうございます。8位、オカちゃん。今日はね。自分で一人語りみたいな感じでした。ゆるゆるでしたが、5位マツさん、ありがとうございます。4位吉村哲也さん、ありがとうございます。3位しおち、ありがとうございます。今ちゃん今日めっちゃ13位ジュニアさん、ありがとう。12位シンジカリさん、ありがとう。11位日高浩二、ありがとう。10位小山さん、夜公演来る方はまったよろしくね。10位小山さん、ありがとう。9位山田さん、ありがとう。東ゆまちゃんの生誕祭です。8位野原しんのすきのすきさん、北ゆまちゃんの生誕祭です。南ゆまちゃん、西です。7位松さん、ありがとう。6位翔太くん、ありがとう。5位しんやさん、ありがとう。100回目ありがとうね。4位山ちゃん、ありがとう。3位りゅうさん、ありがとう。2位きっぺいさん、ありがとう。1位ははっちさん、さくら、ありがとうございました。
あ、なんかな、あっちから見たら反対らしい。あ、逆？じゃあこの辺？うん、らしい。びっくりだよ、ね、ここにあんねんけどな、店のにゃ。ここか。そちとらびっくりだよね。こちとらびっくりですわ。ほんまにみんな今日はなんかゆるゆるでごめんなさい。なんかショールームのやり方忘れちゃって。ショールームってどんな感じだったっけっていうその感覚をもうちょっとね取り戻したいと思います。でもしよろしければミスラはねルームスの配信でほんまにいつもねペチャクチャペチャクチャ。ミスラちゃんとこにも言ってたからそうほんまやと思う。本当に寝坊してお留守番なのって言ってたよ。ガチで、うん、エイプリルフールじゃなくてじゃなくて何話しちゃったっけ。悲しい。あ、ルームスの配信はもうちょっとあの喋ることとかめっちゃスーな感じでいっぱい楽しくみんなとね2時間半やっちゃうぐらい楽しく配信するのでよかったら4月にもなれますしね。新規行ってみそにゃんこハウスで待ってますのでね、ルームスとかでも待ってます。ルームスの配信めっちゃ喋りますよみそな。ほんま2時間半でも足りひんかったからね。お疲れ様です。お疲れ様。夜も頑張ります。でも夜はねゆまが主役なんでね、ゆまを精一杯楽しませてあげながら自分もね楽しめたらいいなと思います。ほんまやね。今日何のポーズしようかな。ラーメン何しようかな。こよさまラーメンよ。今晩ルームスでどうしようかな。うん、自分があったら夜公演頑張ってね。ありがとう、頑張ります。幸せにする自信はあります。そのことをミスラもそのまま返したい。みんなにちょっとね配信でのテンションが低すぎてもしかしたら心配されるかもしれないんですけど、今みんなとね喋ってるからあの安心しすぎてテンション低いみたいになってるだけやから、ほんまに楽しい。そう、家族みたいで、みんなのことミスラも絶対に幸せにします。結婚もしません。結婚しませんはやばいか。結婚もしないし、ずっとみんなのねそばにいてずっとみんな幸せにするので、みんなもねよかったらこれからもミスラのそばにいてほしいなって思います。ありがとねみんな。ラーメンの続き食べてきます。ルームスね、みんなそう聞いてアンスタの頼んでたパシャッツが5箱また届いたんで150枚開封配信したいと思います。うわいいね、私もやりたいそれ。家にあるよ開封品。150枚買いました。しょうもんライフクっていうね、あのみんなが笑ってるカードのパシャッツが届いたんで、しょうくてつるべさんしょうくてつるべさんね、それね、しょうもんライフクね。というわけで開封配信ね、4月のなんか1か2か3か4、5、6、7ぐらいにやりたいなと思います。ゆまちゃんに教えんわ。じゃあね、決まってるじゃないか。 F くて当たり前だよ。 F くて違う、しょうもんライフで笑う角には福来たるってやつね。鶴瓶さんの名字はそれはしょうふくて鶴瓶さんね。やったー、ややこしいよね。卒業もまだしませんよみんな、だから楽しみにしててください。バイバーイ。麦茶だよね。そう、麦茶、健康ミネラル麦茶ね。というわけで夜声も頑張ります。バイバーイ。